皆様、こんばんは。株式会社新たログミ IR アアライブをご視聴いただきありがとうございます。本日、司会進行を務めます、深原と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本セミナーは、ご覧のとおりのスケジュールを予定しております。2週間前に開催した前回のセミナーでは、30分程度のコンパクトな開催とさせていただきましたが、終了後のアンケートでもう少し詳しく聞きたい。 という嬉しいお言葉をいただきましたので、今回は少し長めの開催を予定しております。ぜひ最後までお付き合いください。セミナー中においても、QA ボタンより随時質問をお受けいたします。QA セッションにてお時間の許す限りお答えいたしますので、ぜひお気軽にご投稿ください。また、投票コーナーもあり、双方向でのセミナーを目指しております。ぜひご参加ください。 なお現在第二四半期決算開示前のため、すべてのご質問に回答できない可能性があることを何卒ご了承ください。それではセミナーを開始いたします。取締役副,副会長鈴木良一よりご挨拶申し上げます。はい、えー、皆さんこんにちはじゃないですね。こんばんはですね。えー、っと新たな鈴木です。えー、っとまあ前回に引き続いてですね。今日も第二回ということで。 これライブでで皆さんににいいいろろお話できたらなとううふうに思ってますあのもう時間も19時ですので多くの方が家庭で見ておられるのかなと思いますけれどもあの私はあの皆さんが目の前にいるようなつもりで,です、ね、リアルのようなつもりでお話ししますし皆さんは気楽に聞いていただいて私もある意味リラックスして皆さんに語りかけるようにしたいなというふうに思ってます。 えっと、今日は昼間にあの私どもの,あのタイのあれバンコクだと思うんですけどそこにあるオフィスとこうそうしましたらずいあのタイの方もですねあのコロナの感染が、まあ、落ち着きつつあるというところの中だと思うんですけれども海外からのこう渡航者というか観光客が非常に増えてきてるという報告がありました。 それで聞いてて驚いたのは、えー、っと私はあまり記憶ないんですけどパタヤとか、えー、っと何だったかなプーケット島かなのところに観光客がたくさん行くそうなんですけども以前はですねところが最近中国は観光客来ないのでアラブとかあとはあのインドからの,あの観光客が多いようです。 でここがそのそのプーケットとかそのパタヤのところのすごい対応なんですけれども今まで中国人に受けるようなお店とか商品とかサービスをしていたのを一気にガラッと変えてですねそのインドの人とかアラブの人が喜ぶような楽しめるような環境づくりにこう短期間で変え,変えたようです。 であのこれはあの何でも早くやればいいってことではないと思うんですけれどもこのお客さんに対して対応するのをスピーディーにやるっていうのはこれはビジネスの大原則だと思うのでこれは学ぶ点があるかなっていうふうに思います。よく PDCA っていいますよね「プラン・ドゥ・チェック・アクション」この順位でこうぐるぐる回そうって話なんですが私これ聞いてと思ったのは違うなと。 CAPD だなと。見たものをチェックしてやってみると。アクションしてみると。その上で微調整して計画して Do すると。この CAPD を早く回すということがこう、消費者の大きな変化に対してもスピーディーに対応できるんじゃないかなと思います。今日はあのこんな感じであの、こんな感じでお話ししていこうと思っているんですけれども、えー、と私があの中心でしゃべるんですけれども、 メンバーはですね、あの私以外にも、えー、この企画に参加している者がいまして、えーと、名前だけ紹介したいと思いますけれども、私どもの会社の中で広報 IR をこう担当している本部がありまして、えー、その本部長の土屋、それと、えー、塚原、藤田、前田と、えー、と3名の女性、えー、全部で4名。 そしてプラス一の私、合名で、えー、と、皆さんとこの時間を対応していきたいというふうに思います。それじゃ、この後にですね、あの、自動の動画かな、が、あの、映しますので、ご覧いただきたいと思います。当社は、日用品、化粧品において、日本最大級の卸商社です。約千二百社のメーカーから、十万アイテムに及ぶ商品を仕入れ。 卸しである当社の物流センターで在庫保管約3500社、4万5000店舗の小売業に商品を納品しますそれを店頭で販売することで消費者である皆様のもとに商品がお届けされています化粧品や洗剤、ティッシュ、ペットフードこれらの生活必需品が新たな取扱いアイテムです そのため景気に左右されないディフェンシブ銘柄であると言えるでしょう卸は遮用産業なのでしょうかいいえ違いますメーカーと小売業の間で集荷分散機能を担いサプライチェーンの効率化安定供給を実現していますそれだけではなく品質の悪いものは調達しないなど 商品の質を見極めて、消費者の皆様に良い商品をお届けするための重要な役割を担っています。多種多頻度の販売がなされる日用品において、卸しは欠かせない機能を有しています。当社の主要を得意先であるドラッグストアの販売額と店舗数は年々増加傾向にあり、今後も事業規模は拡大していくと見込まれます。 つまり日用品化粧品の卸商社である当社は社会インフラであると言えるでしょうここから当社の3つの機能をご紹介します営業部門では新た独自の購買傾向分析データに基づき小売店舗での売り場作りを提案消費者の皆様に新しい商品に出会い 選ぶ楽しみを感じていただくための売り場の総合プロデュースを行っています物流部門では全国42拠点の物流ネットワークを構築圧倒的な業界内のシェアを物流投資へつなげています高機能な物流機器の活用で精進・省力化を進め効率よく精度の高い配送を実現しています 商品調達部門では約10万アイテムに及ぶ商品の取り扱いと卸独自の情報力を生かした他にない切り口の商品開発を行い消費者のニーズやトレンドに合わせて幅広い品揃えを提供しています営業物流商品これらの機能が連携しサプライチェーンの歯車を回すことで消費者の皆様に 安定的に豊かな生活を提供しています直近8年間の業績グラフです売上高、経常利益ともに右肩上がりで売上高は7期連続で過去最高を達成いたしました昨年度の売上高は約8570億円 経常利益は約137億円となりました当社が販売している商品カテゴリーの構成費です化粧品やヘアケア、ボディケア、ヘルスケア商品であるヘルスビューティーカテゴリーの割合が最も高く構成費の3割を占めています続いてお得意先である小売業の業態別構成費です 半数を占める約5割がドラッグストアへの販売となっておりますそれでは本日のメインテーマである成長戦略投資計画について当社副会長の鈴木よりご説明させていただきますはい 事業外協についてはあの前回と同じようにですね時々ちょっとイントネーションがずれてたりするのはあったと思いますけれども、まあ、こういう新しいものには是非挑戦してですねあのうまく使い切っていくっていうのがあのいいかなというふうに思います。 じゃああの私の方からの成長戦略についてこれからお話ししようと思いますで成長戦略はですねあの私はあの2つの視点で考えるといいなっていうふうに思っていますで1つはあの競争力ですね、えー、戦う力っていうか競争力でもう1つは生産性だと思いますであの競争力という意味ではあの今まで自分たちが戦ってきたフィールドとは違うところにこう挑戦して 戦ってて力をつけいいくとうことの意味ですそれから生産性っていうのはやはりあの企業の一番の,あの経営資源はあの人ですのでその人材をどう生かしていくかということと人が気持ちよく働いて人の力がですね1一が2じゃなくて2.5になるようなそれをサポートしているような仕組みを持つとそういうことがあの大切だというふうに思います。 私はそんなことをイメージしながらこの後成長戦略についてお話したいと思います。今皆さんも見ていただいているのは海外事業というシートを見ていただいていると思いますけれどもここをご覧いただいているように中国とタイとそれとベトナムそれと越境 EC とジャペル・香港って書いてありますけれども後ほどもご説明しますけど ペットの小売店を香港で、やっていいるというのが現状ですで中国はですね、まあ、ご存じのようにアジアで一番大きな市場ですので、一番身近にあって、で、ここについては、就、え、業、ー、集団という名前がありますけれども、これ企業名なんですけれども、中国で、えー、と商品のまあ製造開発からですね、実際にあの e コマースで商品を販売するまでの、まあ、卸しの中間機能も含めてなんですけれども、 えと全体のサプライチェーン全体に関わる機能を持った、まあ、中堅の、えー、企業です。でここにあの私どもあの出資してまして資本統計して資本提携して事業を始めてます。それからの真ん中にあるタイなんですけどここはあの現地法人をあのタイではもう 3, 3本指ぐらいに入るような3台だったと思うんですけども。 このグループがありましてそのサハグループっていうところと,、えー、と合弁で会社を作りましたでそれがあの下にあるサイアマラタっていう会社でここがあの卸売事業をやってますでアルタタイランドっていうその上の会社はですねあの海外から商品を輸入してくる時の、まあ、会社といった位置づけでこの2社が、えー、とタイの事業をこう担ってるという状況ですそれからもう一つありまして これは一番新しい会社なんですけども海外ではベトナムに新たベトナムっていう100%当社の子会社を設立してますでベトナムというのは非常に老舗日本人日本に対して日本人に対してえっと良い感覚を持っていただいてる国でして日本の商品に対しても非常に関心が強いんですねで最近タイもそうですけれどもベトナムにもですね あの日本の企業が、まあ、私どもがあの今、国内、日本国内で取引がある企業の大手のところがどんどん出資してます、えー、出店してます。で、私どももそこでの現地での、えー、とサポートをやりながら、まあ、海外でも、えー、卸売機能を生かしたあの事業を展開してます。それから左のところに越境 EC ってありますけれども、これはあの時々マスコミでも越境 EC という言葉があが使われますけれども。 あのこれはあの私どもで言うと国内取引になるんですけども私どもが、えー、と日本国内にある海外に輸出する、えー、取引先事業に対して商品を販売するという形です。であのそこの会社が、えー、と例えば中国で e、えー、コマースの事業 e コマースの中で 商品を販売するときにその商品を提供しているというようなことになります。ですからまあ間接的ですけども海外事業ということになります。それからのジャペル香港は後ほどあのジャペルの話またしますのでそこで少しあのもう少し詳しくお話しようと思います。あのそういったあの海外事業をこうあの強化していく、まあ、成長戦略の柱の一つにしてるっていうのはやっぱりそれなりの意味があるんですよね。 あのこれはあの各国の,、ね、の GDP を、成長率をこうグラフにして、2019年から、まあ、2022年、23年は予測にはなりますけれども、こう折れ線グラフにしたものです。このグラフ見ていただきますと、これちょっと色で分かりにくいかもしれませんが、えー、と最後の2023年で一番上にあるのは、これ、ベトナムです。で、えー、と次が中国で、その次がタイということになります。 赤く囲ってあるところなんですが日本はというとこのブルーの線でこういう伸び率なんですねですからやはりあのこの3国アジアでこの3国については非常にこれから成長する可能性が高いというふうに言えますそれからもう一つ右のグラフはですね越境 EC における日本から中国への販売額がどう伸びているかということですが要するに エ境イ EC で商品が送られて中国で日本の商品が随分売れてきているっていうことだと思うんですが年の平均成長率が2桁13.3ということで非常に勢いよく伸びています、まあ、そういう背景があるっていうことの中で我々は先ほど言ったような海外事業への挑戦をしているわけですあの今ロシアウクライナの紛争っていうのがこう なかなか収まりにくいような状況であのどう考えても世界経済にあまりいい意味ではない影響が起きてるだろうなっていうふうに思います。でコロナが始まる前あるいは今回のようなそういう紛争が起きる以前っていうのは企業はどういうことを考えたかっていうと日本の国内だけで終わるんではなくて世界に出てって。 世界とのつながりを持ちながらですね、そこの中で最適な事業を考えようというのが一番中心となっていた考え方だと思います。グローバルビジネスにおけるっていう意味でおくと。ただ一方でですね、こういう環境になってた時にもう一つ考えなきゃいけないのは、自分たちの国の,国の中で、まあ、自立できるっていうかな。そういう環境も作っていくことも一方で必要なんですね。だけど、やはり、 会社が大きく成長しようと思うと、世界市場に出てって競争力をつけるって、これは絶対外せないんですね。ですから、我々はこういう環境の中でも、国内の事業はきっちり対応する。その上で、えー、世界市場に出て、アジア市場に出て、競争力をつけて、強くしていきたい。そういうふうにあの思ってます。 ですから、えっ、ー、と、日本国内人口減っていうのは、あの、ある種直接的に売上を減少するリスクもありますけれども。それを単にカバーするだけではなくて、今申し上げたようなことを考えながら、将来向けた成長の成長戦略の柱にしていきたいというふうに思います。あの、今日はですね、少し先ほど言いましたように、あの、双方向で。できるといいなというふうに思ってましたので。 あの簡単なこうあの、えー、とアンケートというか、それもやってみたいと思います。えー、と普段オンラインショッピングで日用品を購入しますかという質問で、そのアンケートの回答は非常にシンプルなんですけど、よく購入する、何度か購入したことがある、購入したことがない、各日用品はイギリ店舗で購入するといったあ,のあれですのであの、簡単な質問ですので、ぜひ参加していただければなというふうに思います。 私なんかはあの仕事がリアルで買うのが多いですけれどもでもやっぱりオンラインであの購入することもありますですからこれで言うと真ん中に私はなるのかなと思いますけれども確かに便利は便利ですよねですから皆さんあ今こうアンケート結果が出ているんですけれども えっとよく購入するが、えー、っと全体の43%で何度か購入したことがある57%両方足すと100ですから、まあ、ほとんどの方が何かの形でこう日用品も購入してるんだなということが分かりました非常に参考になりますありがとうございます、まあ、そんな中で私どもも、あのー、EC 事業っていうのを一つの成長戦略に考えていますであの ここでいうあの EC 事業というのは、私どもがあの直接、例えばえっとウェブサイトを持って、そこで商品を販売しているという意味ではなくて、左の方にあのメーカー新た、新たオレンジになっていますけど、EC 企業の倉庫、消費者とて流れが書いてありますが、私どもの EC 事業者もお得意先ということになります。我々が注文をいただいて、それを商品を EC 企業の倉庫まで配送していくということですから、 ある意味リアル店舗で働いているあのリ,アリアル店舗で動かしている機能と同一の機能を EC 事業者に対してあの競合あの提供しているですからあのここに競合しないっていう言葉をちょっと入れてますそれであの我々独自でどういうことができるかそれはメーカーから商品を買うこともできるよね EC 事業はって話なんですがこれやっぱりですね消費者の思考というのはどんどん変化している中で あのその人が望むものを我々がいろいろ工夫して提供していくっていうことがとても重要だなというふうに思ってます。で、例えば、これからですと、あの左側の特集ページというふうに書いてありますけれども、例えば、もうハロウィン終わりましたけども、今度はクリスマスのシーズンになるのであれば、それに合わせた特集ページを作ってみて提案をしていく。あるいは、まあ、そんな中でってこともあるでしょうけども、今、あの、 詰め替えっていうのが非常によくあの皆さん使っていると思います、使っておられると思いますが、本体と詰め替えをあそうとした商品、これ一つの例ですけども、そういうようなセット販売をしたりとか、あるいは、えー、っと大容量の商品をいろいろ集めてきて、オリジナル商品として、EC オリジナル商品、つまり運んでくれますからね、オリジナル商品としてこう企画するなど、 まあ、なかなかあのこう我々だからできるものをこう提供していくっていうことであのチャンスは非常に多いなと思ってます。でこれもデータで見てみるとですねこう EC の、えー、物販系の EC 事業の市場規模っていうのはこれ2013年からなってますけど2021年の間になんとこう年平均で10%ずつ8年間で 倍倍強、2. 2倍までで、伸びて,るっているとうことで非常にあのビジネスチャンスこれからもあるなというふうに思ってます。えっと今の話を少し言葉で整理してみると今のコロナがずっと続いてる中であの e コマースというのはすごくあのビジネス伸びました。でそういう環境というのはこれからもですね小さくなるというのは思えません。ですから私どもは持っている、 我々8000億の売り上げで全国に事業を展開しておりますのでそこで得られる情報あるいは我々の持っている品揃えが e コマースの企業にとっては必要なものだねも必要なものになり欠かせないというふうに思っています消費者の行動変化に迅速に対応できるというのが私どもの EC 事業だろうというふうに考えます次にあの商品開発っていうお話をしようと思います あの事業階級の,の説明でもあったと思うんですが卸売業ですので基本的にあのメーカーさんから商品を大手のメーカーですよね皆さんがよくご存じの大手のメーカーさんから商品を買って購入してそれから小売業をお届けするというのが卸売業の基幹のところの基本のビジネスになりますでも今我々はそれだけで終わろうとは思ってないんですねそれに大きな付加価値をつけようというふうに思ってます D にコスメティック。これ、あの、我々の100%子会社の名前です。製造業で製造販売業の認可を持った新会社を設立しました。もちろん、大手のメーカーさんとの取引はとても大切で、そこと競合させるという意味ではなくて、我々しかできない商品開発をしていこうと思っています。例えば、今、韓国の化粧品というのは、 市場ですごいあの人気がこう上がってますそういったブランドを我々が独自に入入してきて開発に入してそれを EC サイトで販売するあるいは今ヘムケア商品ということで女性があの快適に生活を暮らしていく快適に生活をするためにこんな商品があるよねこんなサービスがあるよねっていうヘムケアの商品開発がどんどん進んでますが私どももそれを独自にやって えっと、新しい商品を提供するようにしていきたいなというふうに思ってます。えっと、要するにこれあの一つのマーケティング機能を我々独自に持って、えー、消費者が求める商品もうニーズというのはどんどん変化していると思いますのでそういったことに対応できる機能を持ち続けていきたいというふうに思ってます。まああるるる意味では従来の卸のの卸イメージの枠を超える部分ががかもしれませんが あえてそこに調品して商戦の商品のラインナップを拡大していくということを進めていきたいなというふうに思っています。えっと、またあの投票になって恐縮なんですけれども、ぜひ次の質問も参加していただければと思います。質問はペットを飼っている、または飼ったことが過去にある、そういった質問です。で回答はですね 現在っってていいる、買っていたことまあこれも非常にあのシンプルで単純な答えなんですけども私はですねこれでいくとえっとがあるあの。何年か前に亡くなっちゃったんですけども16か17歳まで生きたんですけども長生きだったですよラブラドールで大型犬ですから大型犬っていうのは寿命もっと短いんででも長生きだったんですけども非常にあの 後半は高齢化で大変でしたけども、でもあの、いてやっぱり勝てて楽しいことの思い出のが大きいですね。どうですかね、アンケートの結果、まだああ、ああ、出ましたね。これはあのちょっと分かれてますね、オーバーに言うと。えっ、ー、と、現在勝ってる人が63%で、過去に勝ったことがある人が25%、両方足すと88、勝ったことがない人が13%ってことですから、でもやっぱり、 買ったことある経験ある方買ってる方が8割9割ぐらい占めるなっていうのが分かったということになりますでここであの私が今からお話ししようと思うのは一番最初にお話ししたちょっとジャペルっていう会社をお話ししたいと思いますこれあの私どものあの子会社でして100%子会社であのペットの関連を専門に扱うペットの総合卸売業です えと年商が、ね、1500億円を超えてまして、これはあのペット卸業というのは、実はあの他にも何社かあるんですけれども、あの2位の卸業はです、ねえー、と年商が900億円ですので、まあ、これ、倍近いということになりますから、もう圧倒的にナンバーワンのシェアを持っているあの企業ですであの。ジャペルはです、ね、あの当然卸売事業で メーカーから商品を仕入れて小売業に、小売り用に販売するっていうのが、本流で流れてるんですけども、ナンバーワンでやっている、ナンバーワンになっている、圧倒的に強いっていうのは、やはりそれだけじゃないんですよね。それに加えて、ここに今日ご説明するのは3つなんですけれども、1つは店舗事業をやってます。これ、ディスワンという名前で、直営,直営店をあの4店舗、国内に持ってます。 それとなんとフランチャイズ展開なんですけども、よくあのホームセンターなんかに行くと、あのペットの売り場がありますけれども、そういうような形でフランチャイズで280店舗全国でやってるんですね。で、これは、卸業のある意味領域を超えてますね。卸業の常識で言うとなかなかありえない話なんですよ。でも、この小売業をやってるっていうところはすごいんですよね。なぜかっていうと、 ペットを飼っている方と直接接点を自分たちで持っているっていうことですよね。ですから、ペットを飼うときに、飼っている方がどういうときに、あ、こうなるといいなとか、こういう商品があるからいいなという情報が直接入るっていうところは非常に大きい。ですから、これは私ども、ジャペルの中では大きな事業として捉えています。それからもう一つは EC 事業です。実は、あの、 ジャペルはあの EC サイトを持ってるんですけども、主としてプロ向けのアイテムをここで提供していますあの。プロでやっている方が、あの小さな、例えば中小でやっていれる小売をやっていれる方とか、そういう方が直接そういうところに行って買うことができるんですね。ですから、プロ向けの商品アイテムを多数揃えて、えー、そういう方に便利に。 商品が提供できるような環境を作ってことで、医師事業をやってます。直販してます。それからもう一つが海外事業です。先ほどの海外戦略の中でちょっとお話ししたところなんですけどこれは香港にありましてね、私一回行ったことあるんですけれども、これあの、もう何年か前になっちゃいます。コロナの前なんですけどもね、もちろん。えっと、行って驚いたのは、えっと、大手のチェーンストアが近くにあって、その一階だったから、ちょっと、 間違ってるかもしれないお店があるんですけどもね実は近くにあの現地のペットのお店もあるんですよでもこれもう絶対に勝ったなと思いましたこの写真ではちょっと分かりにくいかもしれませんけどもまず非常に綺麗で整理されている売り場ですで一方のお店を比較してけなすわけじゃないですけれども、まあ、どちらかと,いうと乱雑な感じなのでここに入った瞬間気持ちがいいですよね あ、きれなお店だなで入っていくと今度商品が分かりやすく陳列してあるんですね。でそれともう一つこれはあのあえてそういう風にしてるんだっていう風に思うんですけども、商品自体は日本語なんですよね。その日本語のブランドで日本語の商品名でこう書いてあるんですね。なぜかというとやはりこのペット用品でも日本で開発されたものっていうものに対する信頼度がすごく現地では強いんですよ。 ですからあえて日本の商品で日本のままを置いているという状況です。えっ、ー、と何年間だって売上も随分伸びてきてあの順調に伸びてます。で一方で卸売事業っていうのも、えー、少しずつここでやりかけてるということになります。はい。まああのここの下に出ましたけど先ほどから言ってる卸に領域に止まらない事業を展開しているペット専門の総合商社だというふうに思っていただくといいと思います。 そういったの状況の中で、今、ペット市場どうかっていうと、これ見ていただくと、このようなペット市場は伸びてるんですけども、ジャペルの伸び方っていうのを、ここに同時にお見せしようと思うんですが、市場自体は3.8%で、これ、伸びてるってことなんですけれどもね、年間平均が。 ジャベルはそれ以上に伸びてるんですよ。6.9%ですから、これやっぱり強いんですよね。ジャベルが市場においても認められてるから、これだけの市場成長率も高い成長ができているということだと思います。もう一つペットについてちょっとお話ししようと思うんですが、先ほどのあのアンケートで私のペットを飼ってたって話しましたけど、10何歳まで生きたって話をしましたけども、今のペットの寿命も人間の寿命と同じようにこう伸びてるんですね。 ここにちょっと約10年で犬の場合0.78歳、猫の場合1.3ってこう、長寿化してるっていうことが、高齢化してるっていうことがあの書いてありますが、まあ、ここに大きな、まあ、ちょっと言い方あれですけど、ビジネスチャンスもあるんですね。それをいくつかご説明しようかと思うんですが、一つはですね、やっぱりあの、高齢化すると、そういう、あのたくさんは食べれなくなるんですけれども、やっぱり質の良いもの、栄養価の高いペットフードっていうものを、こう、 提供するということが必要になります。で、ジャペルはですね、ここにあのセレクトバランスという商品がありますけれども、これ自社商品なんですけれども、自社商品を開発して、自社商品、開発した自社商品をですね、こういった高齢の犬に対して提供するということもできます。独自にやっております。それからもう一つはですね、これすごいんですけれども、あのー、人間のあのー、 そういう施設があるように、高齢者の施設があるように、介護施設があるように、犬にも猫にも、こういうアニマルケアハウスというものを、これ、埼玉県だったと思うんですけど、にオープンしていますそれであの、高齢の犬を、なんていうの、一緒に生活の中で暮らしていくって結構大変なんですね。 でそれがやっぱり人間も高齢化してくると両方大変になってしまうので例えば一時的に預かるとか長期の期間預かってもらって自分が会いたい時に会いに行くとかそういう環境づくりやってます。ですからジャペルは単に自社の事業を伸ばしていくっていうことだけじゃなくて人間がペットと共生していくうまく生活していくっていう環境も作るっていうことも、まあ、先んじてやっていこうという考え方 がとても強い会社ですこれもやっぱり社会に貢献していくナンバーワン企業としてやらなきゃいけないことだろうなっていうふうに思っています。はい。えっ、ー、と、新規飼育、同数、増、ペットの長寿化により拡大へ踏まれるペット市場、ペットの総合商体としてさらに規模を拡大できると、拡大してきます。なります。次にちょっとあの、うん 視点を変えてです、ね、あの投資につっていうのはあの成長していくためにとても重要なことでやはりと成長投資というものはないとですね企業っていうのはこうなかなか継続的に成長できないんですね。で私どもの会社はあの直近で言うとですね年間での当期純利益が約90億円あります。 これはあの法人税等を払った最終的なあの利益という当基準利益です。であのそこの中には資産をこう却してくる消却費っていうのが約あの45億円ほどあります。ですから実際に年間に獲得するキャッシュは90億円プラス45億円です。消却費ですから えっと、これ、費用としては計上してますが、お金は出ていってませんので、両方合わせると、ですから年間に135億円ぐらいのキャッシュを獲得しています。この力を利用してですね、投資をしていきたいというふうに思ってます。えっ、ー、と、私どもの基幹機能は、やはり物流なんですね。あの、なんと言っても、商品を全国に安定的に届けない限り、もう我々の事業で大きなことを言えないんですよ。で、あの、 全国、北海道から九州まで、沖縄まで商品提供してますけれども、市場の大きさ、それから成長性というと、やはり首都圏なんですよね。私どもも全体の売上の中で、細かい数字はちょっと申し上げられませんが、2000億円を超える3000億円近いぐらいの売上を首都圏だでこうやってます。で、ここは成長率が非常に高いので、ここへのセンター投資新しいセンターを作っていくっていうのが、我々の中で、 一番大きなな控えてる投資ってことこになります最新鋭の物流機器を入れてですね、小陣省力化を実現していきたい、生産補正を上げていきたいというふうに思っています。今日少しそこでご紹介するものが次に出てくる予定ではおります。はい、出てきましたね。よかった、出てきて。えっ、ー、と、画像でこれあの、私どものセンターの中で、実はこれあのあ、早回しになりましたけど、 ちょっと早回しで動かさないとあれなので、これあの、AMR というふうに訳されますけど、自立走行搬送ロボットというものを今、試験導入してます。で、あのー、これのすごいのはですね、今あのこう、中に入ってたのが、こう下にこう入り込んでいったのがそうなんですけれども、お掃除ロボットみたいな感じなんですけどもね、ああいうものに入り込んでいって、 こう人間の代わりにこう移動物を運んでくれるんですね。今人がいると人を感知してこう人を避けましたね。でこれ避けてるのはこれセンサーを持って人を感知するんですね障害物があるとこれは危険だっていうことでそれを避けていくんです。えー、ですからあの以前から AGV ってばれるようなこれに似たものはあるんですけど あれはですね、下にあの基本的にはこう磁気テープのようなものを入ってそこの上をこう行くということで自動なんですけどもこれはそういうことではなくてですねこれの場合は確か壁にこうセンサーのようなものがあってそれを感知して、えー、動き出すといったものですですから、あのーまあ、ある意味で言うとこれだけでは全てを完結できるものはないんですけども人が快適に あるいは人がうんより効率よく仕事するのを助けてくれる要するに共同するっていうロボットだというふうに思ってますまああのこういったものをですね新センターには導入しますしもう一つ言えることはこれ実はあの既存のセンターにも導入できるんですね。これ結構強みで大きな仕組みを変えなくても既存センターに導入することによって既存センターの効率を上げていく。 まあ、無駄な投資をしないということも一つポイントかなというふうには思っています。先ほどから人が立ってますけど、人、これがあの先ほど一人説明しました、紹介しました塚原といった女性です。はい、次いきましょうか。はい、次あの株主還元の話を、これ、最後になるのかな、私の説明の最後になると思いますけど、お話したいと思います。これはあの 成長戦略とは関係ないですけども、投資の方に関係しています。で、私どもはこういった物流、先ほど説明した物流施設であるとか、人材への投資っていうのを積極的にやっていきますけど、もう一つ大切なのは、株主の方に対するお金、配当をしていくっていうことがあの重要だなというふうに思ってます。で、この表はですね、あの8期連続でこう増配を続けているっていう状況が、ここから見ていただけるかと思います。で、 直近では121円まで実施してますけれども、今年、進行期はですね、1株当たり136円という配当を予定しております。で、これは、あの、前年比べて1株当たり15円も上がってきますので、非常に大きなあの増配になります。えっと、年2回ですので、68円、68円ということで、12月と6月かな。 に配当されますで、年間136円で、えーっと、配当成功が約24.4%ということになります。で、加えて、私どもあの株主優待っていうのをやってます。で、この株主優待はですね、現状は1000円のクオカードを年2回ですから2000円提供するということで、 優待というふうふにしてます、えー、ちょっと最後に下に出てますけども配当成功はですね今24.4という計画になってますが私どもは30%を目指して、まあ、近いうちに30%を超えていきたいと段階的に目標を持っていきたいというふうに思ってます。えー、っとあで最後にですねあのこれもまたあの投票で申し上げないんですけどぜひ参考にさせていただきたい株主優待についての投票になります。 どうお考えになりますかということで、一つは、現在のこう、好カードってなかなかいいんじゃないのっていうので、好カードでいいんだっていう人は一番最初。それから、いやいや、好カードじゃなくて、あなたいろんな商品があるんだから、商品にしたらどうっていうのが2番目。もう、優待やめてと。優待じゃなくて、その分、配当回してもいいんじゃないのっていうお考えの方は3番目ということになります。これきっと これ私の勘なんですけど、分かれるんじゃないかなというふうには思います。どうでしょうかね。はい。あ、これ真ん中なしですね。やっぱり、コーカードっていうのはあの、それなりに人気があるということで、コーカードもほぼ現金と同じ、キャッシュと同じですので、63%ですね。それから、えー、商品がなくてですね、 えー、配当に回してほしいというのが三十八ということで六四ぐらいに分かれたっていう形ですね。ありがとうございます。あの参考になります。えっ、ー、と今日は三回こう投票していただいて双方向ちょっとチャレンジしてみました。えっ、ー、と私の今日の説明はここで、えー、終わりたいと思います。この後は Q&A の方に移る予定でおります。ありがとうございました。ありがとうございました。それではこれより Q&A セッションとさせていただきます。 説明中にいくつか質問をお伝えしておりますのでそちらからご紹介させていただきますそれでは1問目です市としての成長性についてはどうお伺いですかというご質問ですあの今日はあの成長戦略ということであのずっとお話ししてきましたけれどもやはりあの海外事業もそうですが EC 事業もそうですし商品開発もそうなんですけれども あの一番期間にあるのはやっぱり卸売事業というところが期間でしてそこをこう既存のビジネスを厚くさらに厚くしていくというのは重要だと思いますであの一つもうすでに私ども証明してるなと思うんですけど立証してるなっていうふうに思ってるんですが売上高はですね7期連続で過去最高を更新してるんですよでこれはなかなかないことだっていうふうに思います で私どもの、あのー、この化粧品とかトイレたりの,あのマーケットっていうのは2兆6000億円から3兆円ぐらいだっていうふうに言われてますけどもそこの中で私どもは常にナンバーワンでありながらそれで毎年こう更新してるっていうのは我々の卸事業がですねある種認められてる価値が認められてるからそういうふうに過去できてるんだっていうふうに思いますじゃあなぜできてるんだっていう話だと思うんですが これは私はもうオルシキホの機能の基本である集約と分散というところにあると思います。あのー、今、消費者のの性っていうすすごく多様化してますですから例えば私鈴木っていうものと例えば今日一緒にいる土屋であるとか塚原であるとか、えー、藤田であるとかお前田ってそれぞれ一つのものに対してもう思性が違うんですよね。これがいいあれがいいって違う。 で商品についてもこんな商品が欲しいということで非常に幅広い品ぞれが求められてるんです特にあの e コマースがこう広がってからそうですねあのなぜかっていうと e コマースっていうのは考えれば当然なことなんですけどサイトの中で商品をこう紹介するので物理的な場所いらないんですよですから通常は上位の2割の商品で80%の売り上げを作るっていうふうに言われてますけども e コマースの戦略は違うんですよね できるだけ品ぞれを広げるんですよ。ロングテールって言いますけど、動物の尻尾のようにザーっとこう広げて、それで売り上げを最大化するんですね。ということは、商品の品ぞれがとても重要だってことなんです。少し,しか売れないかもしれないけど、品ぞれするってことがこれから求められるんですね。じゃあ、それがメーカーさんができるか。これなかなか難しいですよね。じゃあ、小売業さんが直接そういうことできるかって、これ難しいですよね。収穫分散の機能を持っている。 新ただからできるんです卸だから、ででできるんですよですおろし事業というのは、絶対、機能というのは、絶対なくならないし、これからもさらに強くなるはずなんですよ、ニーズが。ですから、成長する可能性は非常に高い。それからもう一つだけ、時間がないと思うんですけど、付け加えたいのは、あの、サプライチェーンっていいますよね、商品製造してから販売できる前の間ですね。ここの最適化をできるのは、 やはり中間にいて中間流通機能を持っているからこそなんですよ。例えばメーカーさんはメーカーさんで商品を買して在庫管理してます。小売業さんは小売業さんで店頭でバックヤードで在庫管理、あるいは小売業のセンターさんで在庫管理してます。で、私どもは在庫管理してます。絶対にここで重複するんですよね。重複するんですよね。無駄があるんですよね。それを全体最適で在庫管理できるのは 中間にいる卸売需要なんですなぜかというと今我々がやろうとしているのは需要を予測するんですよ。AI を使って需要を予測する。我々が持っている膨大な情報に基づいてデータに基づいてメーカーからの情報小売からの小売さんからの販売での情報を基づいて需要を予測してそれによって発注をする受注を予測して発注をするという機能を作ろうとして今検証しています。 それができるようになれば、我々が受発注システムを持って、それに基づいて、我々が中心に最適な在庫管理をしながらですね、発注、受注を起こすということができれば、全体の最適化につながると思うんです。ですから、卸売事業、中間流通機能が中間にいるだけではなくて、今度は主役、まあ主役って言い方はちょっと良くないかもしれませんが、 中核となって動いていくということが期待される、期待できると思います。もちろんこれによって配送がより最適化され、トラックの量が動く量が抑えられれば、グリーン脱炭素にもつながるということになるというふうに思います。ちょっと長くなっちゃいました。はい、ありがとうございました。では2問目に参ります。西日本で普遍の新センター建設の予定とありますから。 具体的な時期や投資額などは決まっていますかというご質問です。はい、あのこれはの、まだあの外米の開示をしてない内容も一部含まれてしまいますので、詳細についてはお話しできないところなんですけれども、まずあのお話しできることでいうと、次、えっと、期中継、えっと、今、進行している期、2003年の3月、来年の3月に終わりますけれども、ここからまた中期3か年計画というのを動かす予定ですけれども、ここの間の間では、首都圏での 大型の物流センター先ほどお見せしたような最新の機器を使いながらあの稼働させたいというふうに計画しています。で、おそらくですねあの、年間の物流、物量っていうんですかね、そのセンターで使う物量がですね、えーと、600億円を超えてくるような量になってきますので、まあ私どものセンターの中で最大化になると思うんですけれども、土地、建物とか、あと物流機器、倉庫内で動くセンターの機器を入れますと、 おおよそです、ね、あのおそらくく億円を超えてくるだろうと思います、まあもちろんあのそういう建築資材が、まあ、コストこのうどう上がっていくか下がっていくかということによっても違いますけど、まあその辺の投資は必要だろうと思います。まあ、150億円の投資ってことは冒頭お話ししました冒頭でないな途中でお話ししました我々の1年間で設ける140150億というところほぼ合体してきますので、まあ、無理のない投資ができるといったことになるというふうに思います。 ありがとうございます。お時間迫ってまいりますので、残り2問いただいているご質問ご紹介いたします。事業、はい、体についてのご質問です。事業についてのアンケートがあったが、個人的にはコーカード以外の金券を希望する。コーカードは基本的にコンビニと本屋でしか使えず不便です。 スーパーでも使えるビザや JCB のキックカードなどはいかがでしょうかはいありがとうごごいます。あのなかなかそこ前の認識がなかったあの、いろんなところで使えるものが一番いいというのは事実だと思います、えっとまあ。そういうことが可能であるならば、それにもちょっと挑戦することも考えてみたいなというふうに思っています。ありがとうございます。やっぱりあの株主の方が一番使いやすいということが重要だと思いますから、それも参考にさせていただくというふうにしたいと思います。 ありがとうございます。では次で最後の質問とさせていただきます。現在の株価についてどう感じられていますか。今後どれくらいを目指していくのか教えていただきたいですというご質問です。はい、あの株価はですね、これなかなか難しいですけれども結論だけ申し上げますと今の株価は低いと思います。 圧倒的に低いと思います。あの今日が4000円前半ぐらいで、ここのところ、まあ、いろんなあのマーケットの状況もあり、アメリカの状況もあり、日本の状況もある中で、こうあまり動いてないんですけれども、あのー、私どものですね、4000円で考えたときの PBR がです、ね、約0.7ぐらいになるんです。で、PER が7.2倍ぐらいになると思います。であの 私ども当初のプライム市場に上場しておりますが、あの、直近のですね、プライム市場の、あの、大体の PBR の平均が1.2倍なんです。私ども0.7です。それから PER がですね、13倍を超えるぐらいなんですね。平均なんです。過重平均するとそのぐらいになるそうなんですけども、私ども7.2ぐらいなんですね。7.2倍なんですね。これ非常に低いですよね。で、当初上場企業っていうのは、 えっと今何社あんだったかな、4000社ぐらいかな、あるんですけれども、そこの中で、えー、っと売上高順位でこう並べてくると、私ども8600億ぐらいの売上やってるんですが、実は4000社ぐらいある中で、184番目なんですね。これは上位の5%に入るんですよ。ですから、100人いたら5番目ぐらい、5%だから、に並んでるということで、非常に前にいるんですね。 非常に高いいととうこです。それから経常利益がです、ね、約4000社のうちの、えー、599社ぐらい、9位ぐらいになるんですよ。まあ600位として。そうすると上位の15%ぐらいなんですよね。非常に前の方にあるんですよ。ですから売上規模も、それから利益、額も結構大きいんですよね。で、そういう中で、しかも私どもの自己信議率、今35%を超えてきてるんですが。 一方で ROE、これ経営の効率性を見る仕様ですよね、株主資本とそれから利益との、これが9.6%水準になってるんですよ。ですから安全性もあり、自己資本比率それから経営効率も日本の企業8%超えなきゃいけないと言われるところで9.6%持っているということと、東証のプライム市場における規模、それから利益額も大きいということを考えた場合、 やっぱり PR、PBR から計算してても、4000円の前半というのはこれ、低いと思います。ですから、私も狙わなきゃいけないのは、5000円は当然超えていかなきゃいけないし、PBR1 ということなんて5600円超えるんですけども、それを狙って2017年、2018年には、実は6000円、7000円水準まで上げてきてますので、うん、ぜひそこを目指していきたいなというふうに思っています、はい、ありがとうございました。 その他、当社の詳細についてご興味をお持ちいただいた方は、ぜひ画面 QR コードより、今回のセミナーは、成長戦略、投資計画をテーマに、ていたた。だきました次回は2週間後、11月16日、19時より、第2四半期の3概要と、ESG ・サステナビリティをテーマにご説明を予定しております。 ログミンア IR アライブのセミナー詳細ページよりぜひ視聴予約をお願いいたします。それでは副会長、最後にご挨拶をお願いいたします。はい、あのちょっと予定より時間オーバーしたかなと思いますし、私もなんかちょっと力が入ってしまいましたけども、でもあのやっぱりそれだけやっぱり会社の成長をしていきたいという気持ちの自分で言うのもあれですけど、表れだというふうに自分は思っています。あの こういったですね、あの皆さんとリアルではないんですけれども、こういったあのお話をする機会っていうのは、私、とても重要だと思いますので、これからも、こんな機会はあのどんどん作っていきたいなと思いますし、今、からの方から説明もありましたように、また次回も予定しておりますので、ぜひあの参加していただければいいかなというふうに思います。今日ははどううもあありがとうございい。ました。この後、はい、動画があるんですね。はい それでは最後に、本社のイメージムービーをご紹介してエンディングとさせていただきます。ご視聴誠にありがとうございました。街や四季が移り変わるように、人々の暮らしも日々変化しています。その変化に寄り添って、いつ、どんな時も、 必要な商品をお届けすることはもちろん暮らしがもっと豊かに快適になる新しい商品との出会いもお届けするそれが私たちの使命です社会のお役に立ち続ける変わらない思いを抱きながら に新たな気持ちで私たちだからこそできる新たな価値を提供してまいります。